チーム未実な優勝できそうですか。いや無理です頑張ってください。チーム吉武、はいよ、自信はあるから来たんだよ。かっこいい。とりあえず最初は言いました、はい、頑張ってください、はい、チーム青の 8、うん、8優勝できそうですか。佐藤さん優勝できる。できるよ、できる、はい、チーム釣り様、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。お手柔らかにお願いします。お手柔らかにお願いします。勝てそうですか。そうですね、楽勝でしょう。いやいや、そんなことないです。もう僕がなんとか釣ればあとはもう木下さんと白月さんがやってくれると思うんで、お互いに頑張りましょう。はい、頑張ります、はいはい、お願いします。お願いします。競技説明の方を始めさせていただきたいと思います。まず最初におはようの挨拶を北条記念さんお願いします。以上、ありがとうございます。競技説明をさせていただきます。予選なんですけども、これから6時に出船して到着しない競技を行ってください。釣り方は深手釣りです。ただし状況厳しいので今日に限っては予備座を含め二刀流は OK とします。見るのは一つだけにしてください。決勝に関しては魚を出していただきたいと思いますので、各チーム間釣りの最中もアドバイス OK にします。3人分の予備座を含め6刀流まで OK とします。はい、協力してなんとか決勝でも魚を出せるように頑張ってください。おはようございます。ゼブラチャンネルです。今日はね、来てるのはいつもと同じ江島です。最初にあったようにね、今日は大会です。ちょっと変わったルール、3人1組でのチーム戦っていう形のちょっと変則的なルールの大会です。この江島のタンガ、トン、クラカゲっていう3つの島にチームの各1人ずつが降りていく。今から4時間今日釣りをして、その間に釣れたチヌの重量、3人の総重量でトップ3つを決めます。8チーム出てます。そのうちの3つを決めます。最後に勝ち上がった3つのチームで決勝戦。4時間休憩なしでぶつけで頑張って釣りたいと思います。頑張ります。しんちゃん、どこが釣れた？ここで。おそっと教えて欲しかったのに。みんな分かってもたやん。ここらしいわ。代表者、じゃいけんしてください。勝った人から右。江村さんじゃないですか、はい。今日は落とし込みじゃないんやね。落とし込みじゃないですね。ちょっと、気配を消して血の釣ってよ。釣れそう？しばらくは無理かな。餌が効いてくるまでは。ここ一番あかん場所やもんな。この人に有利にならんように巻き絵を。そう。
最後に巻きを一番の本命ポイントにドカ巻きできるように笹野さんじゃないですか、はい、布団の北で本命場所ここ、うん、本命ですか。俺はここが本命場所と思うし、1ヶ月前に俺ここで8匹釣ったから、ここで釣れへんかったら丸坊主やで。3発釣れてくで。アドバイスください。もっと遠投。そんなに当たり前やん。おそれパフォーマンスやろこれ。ちょっとビデオ撮っと思ったら、あ、いい浮き使ってるねそれ。もっと遠投。もっと遠投よ。ちょっと離れるわな。さっさの遠投を見せてくれ。どこまで遠投力があるか見たろ。ええ感じやね。いい感じいい感じ。オッケーオッケー。うりゃー。さっさ刺し絵はメリエサ。1回戦何匹釣った。2匹です。2匹。3人の中でもしかして重量トップ、はい、一番あかんかったん誰。誰だ。なんかもう釣り紹介黙っとってくれみたいな。もう向こう行く。いやこれこれこれ、棒浮きが3本も入ってる。これで棒浮きするするやらかしまうんやな。餌見たろ。入ってる入ってる。餌見たろ。うわお、なんでこったい。なんかこれうちのフィコン、この一番左の団子は何。それはオリジナルです。そんな感じがしたわ。グレ対策。グレ対策ってどういうこと。唐辛子でも入っとんけ。硬いんですよ。硬っ。硬い硬い。これ釣れんの。硬して何入れとん。片栗粉。いや、それちょっと企業秘密。うわもしかして言うかな思っとったけど、企業秘密。よし、じゃあちょっと薄木さんのとこ行ってきます。来たで、チーム伊藤がバンキン。3人勢ぞろい。7枚釣ったんはその棒浮き。へえ、やっぱり血の釣りは棒浮きかな。お、ジャストミート。はは、こうやったら血のが7枚釣れるんやな。お、ここもアドバイスがすごい増えとるぞ。チーム銀狼。チーム銀狼は違反や。ちょっと釣りすぎや。結果報告を教えてください。トップ抜け。トップ抜け。はい。チーム銀狼。チーム銀狼。11.82キロ。11.82キロ。ちなみに高田くんが6枚。高田くん6枚。江村くん。5枚。石田目さん1枚。全部で12枚。やるね、まあ、チーム自体がやばいね。そうだね、ここはちょっとやばいね。最初からまあ分かってましたよね。大和の銀のカップ。はいはいはい、はい、3人とも経験者。それでこのチーム銀のやね。はい。第2位伊藤家板金。チーム伊藤家板金。 7.62キロ。 7.62。 どんなチョーカーで。井上さん。井上さん0。伊藤家さん。伊藤家さん0.92。 1匹。薄木さん。薄木さん7枚。 6.7キロ。むっちゃ釣っとるな。3位は、はい、青野拓也。青野拓也。それどういう意味。選手の稲沢拓也。稲沢拓也の拓也。青田くんの青ですね。あ、ここにおるで。笹野さんの農家。それで青野拓也ね。農家は稲沢拓也。0.77。 渋いな。1匹青田智和。これ1匹。1匹 1.7。 でかで、さっささん。さっささん2枚。2匹。 2.1キロ。あ、でちなみに4位は私ゼブシャマチャンネル。釣りシャマ涼介。釣りシャマ涼介 0.67キロ。おー渋い。1匹。木の写真。木の写真や。3匹。お、さすが 3.86。 お、結構釣ってるやん。もう一人おったんちゃん。レディね。レディなんかおったね。白月理科。白月理科。坊主です。丸坊主。総重量。総重量 4.52キロ。 4.52。 え、青の拓也は 4.57。 50グラム。50グラム。あ、いたった。それで
その3チームやね。この3チームは1時間交代で先鋒、中堅、大将、選手も場所交代と同時に買う。ああ、そういうことね。面白いルールやね、これ。それと魚を出してほしいので、うん、チーム内のメンバーであればアドバイス OK、 予備座を含め6刀流まで OK。 いいね、なかなか斬新なルールやね。決勝戦やからね、はい、ギャラリーもいい。まだ今釣果出てませんけれども、きっと僕の予想では青の拓也の拓也か銀狼の甲田。やばいね、やばいね。今言った2名、あとプラス伊藤家板金は伊藤家さんの遠投ハリハリ調法、巻き餌が入って魚が動き出した頃に大将戦になるかと思うんで楽しみに。はい、はい。